Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。みなさんこんばんは。6月1日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日もね、名古屋は暑かったですね。王子もね、ちょっとね、体を動かしたらね、額からね、汗がね、ポタポタと落ちましてね、ステーキ焼いてんのかな、肉汁で出ちゃったかなって、そんな感じでしたよ。スウェリ王子マスクマンでございます。はい、今朝は夜中に2回も足がつって筋が痛いです。味噌煮込みスキーと、今日はですね、ちょっと仕事で遠出をしまして、愛知県知立市にあります大あん巻き屋さんがありまして、大あん巻きという、ものなんですが、中にあんこが入ってるんですけど、これ買ってきてですね、終わったら食べようと思っています。ダンサーズでございます。あら、そうなの。番組前に食べれなかったです。はい、そんな3人がお届けします。今週のテーマは T シャツ。今週のテーマは T シャツです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーが今日はあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリスト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。先週のですね、はい、雨のテーマでまだ来てましたので、はい、お読みしたいと思います。はい、はい、あら、初メールでございますってことです。はい、沖縄大好きさんですね。ありがとうございます。雨ということで、雨の日は皆さんどう過ごしていますか？仕事での通勤や雨の日のドライブの時は雨に合う音楽をメインに聴いています。自宅にいるときはゴロゴロして寝てることが多いかも。というのも気圧で偏頭痛になりやすいからです。あら、うん、ちょっとね、頭痛くなるときありますね、そういう気候によってね。ありますね。当時ね、筋肉がね固まってね、カチカチになりますので、ちょっとそういう梅雨時なんか特にね、うん、あんまりこう芳しくないんですね、体がね、うん、やっぱり日本が行ってないからかな。あれ、そっちなの？あなたのトークに頭が痛くなるんですけど。あ、やっぱり。あ、偏頭痛が起きちゃう。偏頭痛ですね。うまいこと言うね。はい、はい。では、続きましてですね、はい、これも先週届いておりました、テーマ、雨できています。はい。お三方さん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、フルムン新一さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄は雨が多い地域ですが、雨具にはこだわらない人が多いのではないのでしょうか。僕自身がそうでしたが、昨年妻から雨靴をプレゼントされ、雨の日には雨靴を履くようになりました。
メーカーは月星ですが、意外とおしゃれで気に入っています。これを機会に傘とかも良い製品を試してみたいです。皆様はこだわりの雨具ってありますか？こだわりの。こだわりの雨具ですか？すいません、傘は、ビニ傘です。だよね。そうなんですよね。あのね、王子ね、今ね、日傘なんですけど、はい、中にちょっとビニール系のね、紫外線をシャットするような、はい、なんていうんですかね、こういうビニールが貼ってあるのがあるんですけど、はい、外から見たらね、完全におばちゃんがしてる日傘なんですけど、はい、それを、ね、結構愛用してるんですよね。雨降ってもね、通さないもんですから。うん、それがちょっとね、自分なりにね、おしゃれかなと思ってね。日傘。うん、日傘やってるんですよ。そういえば、雨で長靴というか、どっちかっていうと、バードウォッチングとかそういった時に使う長靴があるんですけど、はい、専用の、はい。あれがね、台風の時にとっても役に立つんですよ。あれ？なんていうの？これちょっとこう。うん、長靴よりももうちょっとだけ膝までカバーする感じになってて。結構それを愛用してるかなって感じですけど、うんうん、でも年に出番何回かな、2回か3回ぐらいです。いいよね。釜にも入ってけちゃうんじゃない？あ、でそうそう、ね、多少のぬかるみも大丈夫。沢も入れる感じですね。うん。うん、それ入る。まあでもその沢に入るシチュエーションもそんなにないですけどね。まあ、まあね。うん。まあそれやるならね、皆様がね、いない静まり返った海行ってね、いろんなもの取ってくるとね、うん、ピピって言われちゃう可能性がありますからね。何ピピって？オタクそれ取っちゃいけませんよ。いやいや、今、沢の話してたのに、ね、なんで海岸なの？まあ、今、いろいろそういう。いろいろそういう。それいろいろそういう。それもね、シチュエーションじゃございませんか。ふざけるなー、はい、はい。ということで、はい、じゃあ、今週のテーマでいきますか？はい。はい。はい。それではですね、はい、あら。あらってない。あらってない。いや、ね、アレックスさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうアレックスさんをね、はい、この響きを聞くとね、もうホークスがね、もう頭の中からね、こうまたすぐ出てきちゃうんですね。はい、今日はホークスネタではございませんね。名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。朝は夏でもホットコーヒー、アレックスです。いいですね。いいですね。ちょっとわかります、その気持ち。うん、そうだね。私が10代で応募したロックバンドの T シャツが当たり、ボロボロになるまで着て、臭くなったので、他のことにしましたが、ロゴがお気に入りだったので、2つあるロゴを切り取り、他の T シャツに縫い付けてそれを着る。すごい。あら、合体させた？これ着る妹って書いてありますね。妹？妹さん？はい、とりあえず私が当てたのに、はい、いつの間にか妹の T シャツになっていました。あ、アレックスさんが当たった T シャツ、うん、でそれがもう古くなって、うんうん、捨てようかなと思ったら、そのロゴのいい部分だけを切り抜いて、妹さんが、ね、自分の T シャツにくっつけて、ね、またそれを着ているっていう。あれ、それ妹さんがリサイクルしてる。そういうことですね。あら、でもある意味ちょっとかっこいいですけどね。T シャツもちょっとね、色あせたのがかっこいいっていうのがありますので、はい、そのロゴもちょっとね、あれだったのかな、雰囲気のあるようなね、うん、T シャツになったっていうことですね。なるほど。すごいな。ね、うん、王子とかですね、まあ、ダンサーズの場合はね、もうこの臭くなったのでがね、まあ、まず、第一に行きますので、はい、で、この加齢臭きついよね。加齢臭か、うん。これは、知らない間にどん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 ね。うん。加齢臭ね。加齢臭ね。否定はできないね。いや、でもね、ちょっと、まあ、はい、女性もありますからね、加齢臭ね。まあ、男性ほどじゃないかもしれないですけど。まあまあね。あんまりなんかこう、最近、なんか臭いとか言えなくなってきちゃったな。まあまあ、そうですね。今日も王子はね、ちょっと一汗かきましたんだね。やっぱそれが乾くとね、うん、やっぱこう、汗臭いのとこう男性臭いっていうのかな。うん、だからそういうのがなんかあるみたい、まあ、よく言えば男性臭い。あります。滑り臭いかもしれない。いや、あれ、滑り香りあったの？ありますよ。いや、いつもあれでしょ、ちょっといい香りするでしょ。おだまり。やだな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツイキャスも来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉の郷さん、こんばんは。こんばんは。泉佐野の特急佐野さん、こんばんは。こんばんは。R&K のパパさん、こんばんは。こんばんは。スプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、全国の滑り王子ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。
はい、葛飾の陳さん、こんばんは。こんばんは。あ、なんかの番組で真似しちゃった。埼玉の郷さん、T シャツはめちゃくちゃありすぎて、読谷中ワイフに毎年衣替え時期に怒られている埼玉の郷です、はい、っていうことで。あと、うん、なお、はい、あ、埼玉の郷さん、直木屋 T シャツ欲しいんだけど、直木さん送ってくれないかなって言って。いや、送ると思いますよ。うん。うん、お金さえきちんと払う。そう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 。はい、ね、最近なんかもう、ファンの人がもう、T シャツを一通り買ったから売れないって言って、なんか嘆いてましたもんね、この間。そう言ってました。もう買ってくれないって言ったので、うん、もう買ってあげてください。そうですね。在庫いっぱいあるそうですから。うん、あ、埼玉の郷さんはね、加齢臭って耳の後ろの頭皮から出るって聞きますね。はい、だから夏場はそこを重点的に洗いますって。うん、あ、ためになった王子。うん、王子結構ね、それも知ってたんですけど、はい、うん、なんかね、こう胸元よくね、お腹からっていうのも聞くんですよ。お腹、はい、うん、あ、そうなんだ。うん、でもね、王子だから、こう胸元からなんかね、こう T シャツのこの隙間からね、はい、こう男性臭がする場合があるんですよね。男性臭、うん、それは多分自分にとってはいい匂いなのかなと思うんだけど、人が嗅いだらたまらないよね。ああ、埼玉の郷さんがね、王子は加齢臭ではなく、はい、王子フェロモンですなっていうこと。正解。あ、フェロモンなんだ。そう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 。自分ではね、うん、結構私ね、結構コロンつけるんですよね。うん、でもその割にはお姉さんがフェロモンによって来ないね。そうだね。埼玉の郷さん、すごくいいことを言われてますけど、この男何もあげることできませんよ。はい、いやいやいや、ね、本当にそういう風でね、まあ、たまにいい匂いですねって言われますけどね。はい。うん。はい。そんなところでございます。コロンの香りでってことか。コロンの香りでね、カットしてるからね。はい。うん、ではでは、続きましてメールいきますね。はい。はい、ラジオネーム、愛媛のしんちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマ、T シャツですが、沖縄で初めて買った T シャツは、暴走じゃない。爆走ゴーヤー T シャツです。爆走、シーサーがゴーヤーの車に乗っている可愛い T シャツです。当時お笑い芸人の方がロケできていて、沖縄に行ったら絶対買おうと思っていました。国際通りのお土産屋さんで購入しましたが、大切にしすぎて一度も着れず、袋からも出していません。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、マスクマンさんは沖縄で初めて買った T シャツ覚えていますかって。沖縄で初めて買った T シャツか。なんだろう。どんなんだったろう。うん、でもなんか買った。うん。何か買ったなぁ。覚えてる？最近買った T シャツっていうか、最近って言ってもここ2年ぐらい、1年ぐらい、2年前か。に買った T シャツはオリオンビールの T シャツかなぁ、はい。ああ、そうですね。うん。あ、はい。あ、違うな。あれ、オリオンビールの、タオルでしたね。ああ、なるほど。T シャツで、なんかね、T シャツ。なんかいろいろ面白いのね、ありますけどね。うん、なんか、もう忘れちゃいましたね、なんか、西表島じゃない、どっかね、あっちの八重山の方で何か T シャツを買った覚えがあるけど、うん、何の T シャツかもう覚えてないな。はい。はい。はい。ということで、あれ、みんな答えがちゃんと出てないよ。そうですね。はい。続いてですね。はい。ありがとうございます。はい。続いてですね。泉さんの特急サランさんからです。ありがとうございます。T シャツはよく着ますが、派手な T シャツは購入したり着たりしないようにしています。理由は、そう、T シャツは嫌いだからです。T シャツは地味な T シャツを購入したり着たりしています。ちなみに、ミュージックシャワーで当たった番組の T シャツはサイズが合わず着れません。あら。せっかく当たったのに残念すぎますね。僕が着れるのは L サイズ以上で、当たったのは M サイズなので着れません。今、毎日夕方にウォーキングをしていますので、はい、ダイエットを成功させ、必ず番組の T シャツを着たいと思っています。うんうん、じゃあ、またやーっということでございます。あ、私、そういえば、それで思い出しました、はい。ミュージックシャワーの T シャツ買ったんですよ。うん、はい。ラジオ祭りの時に。はい。ちょっと、やっぱり、M サイズで、私でジャストサイズだったので、ああ。ちょっとぴったりめだったな。あ、男女兼用。うん、そう、男女のサイズはね、特になかったので、うん、とりあえず。あの T シャツ、チビTみたいな感じですよね。ぴったり T シャツだったなと思って。うん。
そうそう。うん、あ、でもあれも、ね。あれも一回でもね、はい、来ましたよ、私。まあ、そうですね。うん。これ、あの。ね、でも最近、うん、ほら、こう、出かけるとかイベントがないので、うん、はい、なかなか T シャツを、そのね、番組 T シャツとかを着る、うん、チャンスがないんですよね。それ、みそちゃん、あの、王子がサインした方がいいやつ？その T シャツに。いや、やめて、そんな大事なシャツ。今皆さん聞いた、そのやめてって、そう、切実にね、あの、それはね、言わないでください。はい、ごめんなさい、はい、人の声が。はい、CM ですね。はい、CM でーす。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。名古屋は栄養コーナーです。今日はじゃあ T シャツのお話いろいろフリートークしましょう。そうですね。はい、そうですよね。あの、うん、王子はですね、あの、はい、よくね、あの、名古屋に大須商店街というね、そういう、あれは何なのね、街並みではないですよね、商店街ですね。あ、商店街ですね。うん、でそちらはね、よくね、あの、古着のね、T シャツなんかがね、あの、たくさんね、売ってる場所があるんですけども、うん、それね、よく見ると、こう安いものからね、こうブランドもののね、高いものまでね、あの、いろんなものが置いてあるんですね。すごいですよね。幅広いですね。うん、値段も。そう。うん、だから、本当に100円とか200円のものもあれば、何万ってするね。それもね、あの、まあ、リサイクルと言ってあれなんですけども、その中古のね、古着なんですけども、まあ、やっぱりこうプレミアつくんでしょうかね。あ、結構ブランドものは、お互いのがある。あ、すごい。中古でも、そんなに高い値段の、ね、うん。それがね、たくさんそういうあのお店がありますので、うん、あの、皆様もしね、名古屋にね、お越しの際はね、大須商店街、うん、お調べになってね、行っていただくとね、面白い、ね、商店街ですもんね。ねえ、うん、最近でも行ってないんですよね。そう、出かけてないですね。ねえ、なかなかね、うん、うん、そう、でも大須といえば、うん、近くに矢場町があるんですけど、うん、やっぱりあのね、有名なとんかつ屋さんのあの、うん、はい、ね、豚さんの T シャツ、うん、うんうん、なんかあれすごい気になってて、ほら、観光客の方はよくね、買ったりするんですけど、意外に地元だから、いつでも買えるやと思って、買ってないんですよ。
うん、でも実は欲しかったりするんですけど。でも、なんでしょうね。沖縄だと、こう、もう買えないかもしれないと思うと、オリオンビールの T シャツか、うん、もう買っちゃおうって思って買うんですけど、そうです。あ、また今度食べに来た時に買えばいいかなって言って、うん、結局買ってないんですよね。ああ。うん。あるあるですよね、それ。うん、そういうパターン多いですね。うん、今のね、そのヤバトも入ってる、今のバンテリンドーム。うんですね。昔の名古屋ドーム、はいね、はい、そこのすぐ横にね、イオンがありまして、そこの中にね、ドラゴンズショップがあるんですね。はい。で、そこの中にやっぱりね、あの選手のね、背番号の書いたものがあったりとか、その、うん、なんとか記念ですね、何本かヒット打った時のその記念 T シャツとか、あとね、うん、ドアラとかね、はい、そういう子供さん向けのものもありますので、そこは結構ね、いろんな方がね、お買い求めになって、というふうに聞いてますのでね、うん、やっぱりファンの方はね、その好きな選手のね、背番号の、ね、ああ、うん、なるほどなるほど、これはね、よくね、うん、来てます ね、 うん、あ、葛飾のちんさんがヤバトンの T シャツ持ってます、買い替えて今2枚目です、すごい、あ、やっぱりそうなんです、だからね、なかなか他の県だと買おうとか思うんですよね。うん、ギネスさんが栄から行けるって聞いてますけど、栄から全然ね、うんうん、歩いてもいいですし、地下鉄乗ってもいいですし、歩くとどうでしょう、10分、うん、ぐらい、うん、ね、そうですね、あ、10分ぐらいで行けると思います、うん、はい、大須商店街ですよね。あ、10分じゃないか。もうちょっとかかりますね。もうちょっとかかるね。そうだね。15分ぐらいですね。はい。そうですね。だから今ね、やっぱりね、T シャツってロゴね、先ほどアレックさんの妹さんではないですけども、うん、それがね、結構ね、皆さんね、好きで買われる方が多いんじゃないかな。うん。うん、まあ、ブランドもありますけども、ね、やっぱりこう、こう見た目っていうのかね。で、個人ね、結構ね、最近ね、エロティックな T シャツが多いんですよ。はい、ほう、うん、本当にちょっとね、お見せすることはできませんけども、はい、そういう、アーティストの方のね、はい、ちょっとこう本当にエロティックなね、着てることが多いんですけども、どういうエロティックですか？いや、やっぱりこの、ね、ビキニ履いてこう、ちょっとお股開いてそうなやつとかね。そんな T シャツあるの？あるんですよ、あるんです。うん、まあ、それがですね、それ着る勇気が。まあ、私着てるんですけども、まあ、宮殿の中ではね、大ね、不評でございますね。こんな T シャツ着てどこに行くみたいな。地獄を見るわよ。いや本当に、私一応それでもね、はい、街中歩いていきますので、はい、うん、どうでしょうね、好きな方だったらもしかしたらわかるかもしれないんですけども、うん、一般の方が見るとちょっとエッチな感じっていうふうでね、避けて通られそうだな。なんかでもその T シャツの話で思い出しましたけどね、はい、直木屋さんの T シャツを着ている人に悪い人はいないっていうのをなんかふと思い出しました。これそれ六玉とか、あ、これ六玉とかね、直木屋さんの T シャツ ね、 ここにあるんですよ、うん、はい、うん、なんか今ね、いろんなバージョンがあるんですけど、はい、ね、ぜひぜひ買っていただければと思います、はい。ということで、はい、名古屋は栄養コーナーでした、はい。キユナ名古屋あ、ツイキャスでですね、はい、ナッティーナチコさんがお疲れ様でーすということで、お疲れ様でーす、ありがとうございます、うん、ですね。あとギネスさんがミューシャの T シャツはないけどスポホの T シャツなら持ってるって。うわ、めっちゃ貴重じゃないですか。で、R&K のパパさん、うん、私もミュージックシャワー T シャツ着れません、当たったの160センチってあ、やっぱりそうなんですね。あ、シュプリームさん、コロナフェス限定の T シャツを引っ掛けて穴が開いてしまったのが辛いです。あら、お気に入りのやつに限ってなんかね、うん、破れる、うん、うん、ね、引っ掛けちゃって、引っ掛けちゃうとかありますよね。それもね、知らない間になってる場合があるから ね、 ね、うん、ちょっとね、ちょっと悲しいですね。はい、あとはね、はい、T シャツのいいの着ててもね、はい、カレーうどんとか食べた後にね、ピピピピ飛んでるんだよね。カレーうどん食べる日は、そんな T シャツ着てちゃダメ。飛びますね。ピピピピ飛んでるんだよね。はい。ではでは、メール戻りますね。はい。はい。はい、皆さん、こんばんは。AA365 です。ありがとうございます。ありがとうございます。ましたかな、いや、ございます。あ、ございますか。はい、失礼しまいたしました。はい。はい、T シャツネタですが、私がこよなく愛する浜田省吾さんのバーが、栄の住吉に路地裏の少年というお店があります。はい。ああ。
あのあれですね、タイトルになってるんだ、うんうん、でそのお店で毎年 T シャツが更新されて10枚ぐらいありますってことは10年ぐらい通っているということになります。ただこのコロナ禍なのでお店は閉まっていますが早く再開してほしいと思うばかりです。今週もよろしくお願いいたしますということでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそうですね、ファンの方だとね、はい、新しいバージョンが欲しくなりますので、うん、そうか、境の住吉にあるんですね、うん、いいところにありますね。まあ王子の好きそうなエリアってことだね。ちょっと違うあれ。おだまり。はい、ではメールお願いします。はい、はい、続いてですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオ番組で当選したオリジナル T シャツが2枚あります。1枚目は下地明さんのワイワイワイドで当選した宮古島方言 T シャツを普段着として着ていますが、もう1枚はミュージックシャワープラスのオリジナル T シャツを持っていますが、昨年12月の龍銀新社屋記念公開放送で、はい、そうですね、着て以来 T シャツ入れの引き出しに大事にしています。ミュージックシャワーをはじめとする RBCI ラジオの公開生放送やイベントがあるときは必ず着ていける、うんうん、着ける、うん、着ていけるじゃん、着ていけるだよね、うんうん、着ていけると、決めています。早くコロナが収束してイベントなどで着ていくかな、うん、オリジナル T シャツを、はいはい、着ていきたいですねということですね。はい、下地悟さんですね。はい、はい、はい、ワイワイワイドですね。はい、はい、あの今ね、いいところで助けていただきましたね。なんで？なんですか？俺今王子間違えてるよね。タクルさんごめんなさい、まあ、数箇所ございましたね、ごめんなさい。しかもちゃんとゲストに出ていただいたんですよ、サトラーザー。言っときますけど、サトラーザーね、うん、旧名古屋第1回目のゲストなんだよ。第1回目の記念すべき、タクルさんごめんなさい。はい、もう大反省大会、もうこれ番組終わったら大反省大会ですね。今日はね、もうね、これ以上おしゃべりしません。ちょっと待ってください。ちょっとカフ落としてこれ流しますね。地獄を見るわよ。はい、だからね、はい、ダンサーズ振り方ちゃんと振っといてよ。あ、人のせいにしてる。はい、あ、ひろちさんがこんばんはということで、はい、こんばんは、はい、こんばんはということで、はい、R&K のポポさん、カレーの時は色濃い系の T シャツはん色、あ、カレーの時は色が濃い系の T シャツってことですね。はい、ということで、はい、エンディングです。で、はい、もうエンディングだ。はい、はい、エンディングです。来週のテーマはアイスクリーム。来週のテーマはアイスクリームです。この番組は沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ではさようなら。さようなら。ガラガラ。番組を聞きくださいました。ありがとうございました。ます、わ、最後危なかったね。危なかったですね。提供クレジット読めないかと思っちゃった。あの、ね、危なかったですよ。息が続かなかったもん。そう、なんかまたパクパクしてたでしょ。パクパクしてた。あれが欲しかったもん。あの酸欠の金魚みたいな。そうでしょ。パクパクしてたね。パクパクしてたでしょ。はい、その黒いのダメだね。風何なんか。これはまだね、いいなと思ったんですけど。そうなの、前のね。パクパクしてたよ。はい、ということで。はい、ということで。心拍数もパクパク。ありがとうございました。ありがとうございました。